こんにちは、神田朝希です。本日は奈良市東部城町にございます、こちらの明るいお部屋のご紹介となっております。まず、こちらの、ね、教室の部分なんですけれども、しっかりと広さがありますので、大きな、ね、家具なども置いていただきそうですね。また、収納スペースも、ね、充実しておりまして、このような形でハンガーパイプ付きの大きなクローゼットがついております。そしてこちらのお部屋ですね、角部屋ということで、こちらの東側の方に、このようなね、おしゃれな窓と、こちら南側にも窓がついておりますので、大変明るく過ごしていただけるお部屋となっております。バルコニーはね、ございませんけれども、こちらの方、竿をかけていただきますと、洗濯物をね、干していただくことができるようになっております。また、ここでシャッターもね、ついてますので、外出時も安心してお出かけしていただけますね。ただこちらロフト付き物件ということですね。このようにロフトスペースがかなり、高さのね、ある部分がついておりますので、上で、ね、寝ていただいたりですとか、収納スペースとして使っていただくこともできます。まあ、その分ですね、あちらの方左面の、棚がね、ついておりますので、すごく明るくて開放感がありますね。そして水回りがこちらになっております。毎日のコンロ付きのですね、綺麗なキッチンですね。こちらは、上下に収納がこのようについております。で、反対側はですね、こちらユニットバスタイプのスペースとなっております。お掃除もね、大変しやすいタイプとなっております。あとですね、なんか嬉しい室内の洗濯機置き場もございますので、洗濯も中でしていただくことができますね。で、玄関こちら入っていただいて、ここですね、手術ボックスということで、靴もたくさん収納していただけるようになっております。はい、これだけね、広くて明るいお部屋ということですので、斬新様にもね、気持ちよく過ごしていただける、そんな物件となっております。詳しくは当社のホームページでご確認ください。奈良のもてなし奈良心賃貸朝希では、皆様のお家探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。